神奈川城は備前国小野軍近側にあった日本の城。別名、玉松城。鎌倉時代中期、上級の乱で鎌倉幕府方につき軍港のあった松田清張は備前国小野軍に所領を与えられた。上級三年頃に最初の築城があったと考えられる。その後、松田氏は岡山平野に進出し、富山城に本拠を置いた。 室町時代中期の文明年間、応仁の乱の混乱期に、松田元成は、富山城より本拠を神奈川城に移した。元成は城を拡充し、連閣式の山城が整った。松田氏は備前国西部を領し、備前守護大名若松氏や守護大浦上氏と対峙した。岡山県下でも、天神山城と並んで、最大級の規模を誇る中世山城であり、 整備万一の賢状と歌われたという。また、日蓮宗の信仰はつい松田氏は、本の丸西の尾根筋にあり守備の要である、ダンダングルは、道林寺丸の中に、日蓮宗の道場、道林寺を築いた。賢状、以来、一度も陥落したことはなかったが、戦国時代の禄十一年時の当主、松田元賢が妻の父である、直家に攻められた際には、 あらかじめ、浮きた方と通じていた家臣の伊賀久高に、開戦前に、城内の一部を占拠されるなど、不意打ちを受けたこともありわずか二日で落城した。元県と父の松田元木、松田氏の重臣多数がこの戦で撃たれ、松田氏の総家流はこれにより滅亡した。落城が7月7日であったので土地の人々は長い間、七夕祭りを行わなかったと伝えられている。その後、 浮キ氏の城代として、直家の弟、浮キタハが入った。慶長五年関ヶ原の戦いで、浮キ氏は外役となった。代わって、小早川秀明が備前に入ったが、秀明は神奈川城を廃城とした。岡山市役所美都市所の西側に、城山があり、現在、石垣、狂跡、堀切、井戸の遺構が確認できる。ありがとうございます。